こんにちは、経済ナビ北海道です。今日の特集は小商圏、つまり人が少ない場所での食品スーパーです。買い物難民が問題となる中で、企業は意外な工夫で店を運営していました。これはリスパン、ソラチカシホさんという、パンでありまして、地元でもかなり有名なパン屋さんです。こちらには新潟の味噌も。これは当店でしか扱ってなくて、お客様の要望で、仕入れた商品です。去年7月、岩見沢市にオープンしたラッキーマートホロムイ店。閉店した別のスーパーの建物にそのまま入りました。私はもう運転もするので、イオンとかも結構行くんですけど、大和町のとか江別も行きますけども、やっぱり地元いないと困るもんですから。食品スーパーは一般的に数万人を対象に出店しますが、この周辺の人口はおよそ7000人。店の広さは通常の北遊ラッキーの3割ほどです。小型店もワンストップショッピングでなければ、やっぱりお客さんの便利さっていうのはないと思いますので、お買い物の代行するようなイメージでその店舗をあると、お客様にとっては存在意義っていうのはあるのかなっていうふうに思ってるんですよ。だからこそ小さい店でも地域ならではの商品を揃えます。店に人を呼び込むのにこんなサービスまで。図書館まで行くったら大変なんですけれども、こちらに帰れれば、だいたい日曜日も祭日も平日も休みそんなになくて、夜遅くまでやってるんで便利です。郊外に大きなスーパーが増える一方で、市街地の小さな店は次々と閉鎖。人口が減る中、企業も大きな店をさらに出すのは簡単ではありません。人が少ない場所でもビジネスを成り立たせる、そんな小商圏ビジネスの最先端を追いました。